こうだな。で、はい、ちょっとこの地図こっちどうぞ。この地図わかるかな。この地図っていうのはダウンアンダーマップって言ってオーストラリア製の地図なんだけど、南半球が上になってるのね。南半球が上になってる。で、日本はここ、この形、これです。日本はこうなって、北海道がこっちで九州がこっちっていう。で、今日はだいたいアフリカのレコードを紹介しようと思うんだけど、ちょっとこっち行こうかな。あ、まずパリダカールレース、パリダカールラリーっていうのがあるけど、フランスがここで、ダカールっていうのがセネガル、ここなんだな。セネガル、ここ。フランスが、ここ、セネガルからモーリタリア、モロッコ、スペイン、フランスって、ここのレースのことをパリ・ダカール・ラリーっていうんだと思うんだけど、まずセネガルの、まあ、80年代後半、中盤から出てきた、あのユッスン・ドゥールっていうあのアーティストで、グリオっていう歌う家系っていうか、歌の家元の家系の人で、まあセネガルってアフリカで初めて大学を設立したあのセネガルの歌手っていうか、お金持ちになったからね、彼が有名になって、でスーパーエトワールデ・ダカールかな、わかんない、ちゃんと読めないし意味が分かってないっていう、フランス語分かりませんって、イミグレスっていうのは多分移民って意味なのかなとか思うんだけど、それでちょっとこっち、またこっちが東でこっちが西になるからね、あの上下逆だから、こっち西でセネガルがここだったか。今度はどこだっけな、今度はガーナ、ちょっと近づいてみてください。ガーナここです。セネガルがここ、ガーナがここ。ガーナね、ガーナはこれガーナのあのオムニバスなんだけど、ガーナスペシャル、モダンハイライフ、アフロサウンド&チャナイアンブルース、まあハイライフっていうのは西アフリカで当時流行ってた、60年代頃流行ってた音楽かな。で、まあアフロサウンドになったりとか、チャナイアンブルースとか、まあそこら辺のガーナのあのボックスセット、これ実は安く譲ってもらったんだな、嬉しいっていうね、これこういうメンツが出てんだけど、まあ再発もんなんだけど、こんだけボックスセットでアナログ版で手に入るっていうのは珍しいことで、5枚組なんだけど、5枚組ね、うん、これ結構嬉しいっていう。で、今度はガーナがここで、今度はナイジェリア、ここね、ガーナにちょっといくつか挟むんだけど、ナイジェリア、ここも西アフリカなんだけど、ナイジェリアもあの昔ナイジェリアの音楽もハイライフミュージックって言ってたんだな。で、ハイライフミュージックの頃のあのギターの達人でボビー、オランビンジョ・ボビー・ベンソンっていう、ボビーっていうこの、まあ、昔の達人がゲストで入ってるキング・サニアデっていうのは、まあ世界的に有名だからサニアデ、有名な人だよね、サニアデね、キング・サニアデのにゲストで入ってるアルバム、これボビーっていうナイジェリア版です。で、ナイジェリア版でこれフェラーニクラポクティ、これまあフェラーリのフェラーなのかわかんないけど、まあ、わかるよ。あの、フェラーっていうのはフェローっていう意味で、あの、旦那さんっていう意味が英語ではあるんだな。で、アニクラポクティ、この人なんだけど、
エジプト80なんだけど、この人ナイジェリアの人なの。で、まあ、ちょっとエジプトの UFO に誘拐されたっていう、なんか夢を見たっていう、あの日記が昔あって、その頃の、あの、アルバム、パランブレータっていう、あの、パランブレータっていうと、パトロールとか、徘徊とか、あと、馬車とか、そういういろんな意味があるんだけど、英語で。パランブレータってアルバム。これは、あの、トランペットでゲストに、アートアンサンブルシカゴのレスター・ボーイっていうのが、ゲストに入ってます。で、今度は、ちょっと東に行くんだけど、ケニアだね、ケニア。ケニア。ケニアは、あれ？ケニア。ケニア、ここ。ケニア。ケニア東のちょっと海沿いにあるんだけど、ケニアのディオミンシアニ、ミンシアニ、シラティジャズ&シラティジャズっていう、まあギターミュージックなんだけど、まあ、だいたいケニアの音楽っていうのは、ルンバロックとか、ルンバロック、まあ、だいたい、60年代以降のアフリカの音楽っていうのはラテン音楽の影響も意外と強かったりするんだけど、まあ、これもルンバロックの一種とされてた音楽で、意外と、ルンバみたいなメロディーをギターでやってるってね、ギターでそういうルンバっぽいことをやるっていうのは実はアフリカ独特の、あのスタイルなんだね。東の音楽、ケニア、まあケニアの昼の、昼のっていうか、週末のご奮発したレストランでのごちそうっていうと、サバのフリッターらしいんだけど、うちでよくサバの天ぷら出てたことがあるんだけど、サバの天ぷらちょっと油が前すぎだなと思って、サバのフリッターって炭酸で粉を混ぜた方が多分美味しいんだろうな。多分、ケニアの、あの、週末のレストランの奮発した料理って言うとサバのフリッターらしいっていうね。で、これは今度はスーダンなんだけど、スーダンはちょっと戻ってここら辺、内戦が起こって今南と北で、北と東でちょっとあるんだな。まあそのスーダンの音楽で、まあギターミュージックって、あ、こっちお願いします。ギターミュージックっていうか、ウードっていう、こう弦楽器なんだけど、琴っていうかね、弦楽器、ギターっていうか、まあこれで歌ってるアブデル・アジズ・エル・ムバラクっていうソング・オブ・ソング・フロム・ザ・シティ・スーダン、これはもうかなり、民謡っぽい感じかな。最近のスーダンの音楽もうちょっと、ポップ、エレクトリックになってるかもしれないけど、かなりアコースティックな音楽でした。で、これはコンゴです。コンゴ、コンゴ共和国だから、コンゴ、コンゴ、あれどこだったの、コンゴ、コンゴ、ここね、ここがコンゴです。ちょっと近づいてください。コンゴ、キンシャサってやろうかな、キンシャサ。まあ昔コンゴとかこの辺はキンシャサの音楽、キンシャサっていう間違って、そこの音楽でリタベンボ、レストゥーカスドゥザイル、ザイルかコンゴじゃない、ザイルがコンゴに今なってるのかな。いや、そこら辺よく分かんないんだけど、ザイルって国が今あるのかどうか知んないけど、多分コンゴ周辺の旧ザイルのキンシャサの音楽なんだけど、まあ当時の音楽。ストゥーカスっていうのはドイツのなんか急降下が爆撃隊のことを言ってたのかなっていう、まあ当あのザイールのあの暴走族の音楽っていうか、これもかなりルンバロックっぽいあのサウンドになってます。なかなかかっこいい、かっこいい兄ちゃん姉ちゃんが映ってるで、結構かぶいてんのかなっていう感じで。で、これはショナ族のムビラ第3集、ローデシア、ショナ族の伝統を訪ねて。ローデシア地方っていうのが昔あって、ローデシアって今はローデシアではないんだな。
ザンビアとかジンバブエ、ジンバブエとザンビア、ここら辺がローデシア地方って言うんだな。ここら辺のことをローデシア地方って言って、コンゴのこうもうちょっと南下したところで、ここがサウスアフリカ、南アフリカね。まあ上になってるけど、日本人の地図では下の方に、こっちが南極だから、南極上になってるけど、この地図ではね。で、南アフリカ、これダラーブランドっていう人なんだけど、まあ南アフリカは本当はズールジャイブっていう、ズール族っていう人たち、ズールの王様っていうのが有名だって、ズールジャイブっていうのが80年代ポップミュージックでは、南アフリカのポップミュージックで有名だったんだけど、70年代にジャズの人でダラーブランドっていう、アブドゥール・イブラヒムともいいんだけど、ダラーブランドっていう人のこの音楽、ジャズミュージシャンなの。デューク・エリントンに認められてアメリカにも渡ったんだけど、まあジャズの音楽にエレキベースを導入した最初の方の人っていうか、まあフュージョンではなくてアフリカっぽいジャズっていうか、うん、南アフリカ、アフリカ現地に本土の弟子っていうかディサイプルも交えてのアルバムです、これね。ソエットダラーブランドで、まあこういう感じでアフリカのレコードでした、でしたじゃなくて、まあこうやって地図南こういうね、ダウンアンダー地図って言うんだけど、ダウンアンダーマップって言って、まあ全体映るかな。ここが日本で、ここがロシアの方で、ここがオーストラリアになるんだけど、まあオーストラリアの地図でこんな感じです。これはオーストラリアがの地図だから、オーストラリアが上になってるので、字も南半球向きになってるっていうね。まあ北半球だとこうなるんだけど、こういう風になるんだけど、まあ字が逆になるでしょっていうね。まあこれ昔買ったんだけど、地図っていうのも何年かおきに買い替えないと国境とか国の名前とか変わっちゃうんだよねっていう。じゃあストップをしてください。